アンドレアデルベロッキオ、アンドレアデルベロッキオ、本名、アンドレアデ d イミシェル D.I. フランチェスコデ・チョニー四百三十五年頃から四百八十八年六月三十日は、イタリアノルネサンス期の画家、彫刻家、建築家、鋳造家、金細工史。もともと、ベロッキオの専門は彫刻であったが、絵画や版画、鋳造、機械工学や、数学、 音楽の際にも恵まれており、やラファイロの父であるらが彼を期待の漁師と称えていることや、弟子の才能をよく把握し伸ばすことに長けていたということなどから、フィレンツェの芸術家としてだけでなく、教育家としても大一人者であった。それ、古工房には、善と有望な若い芸術家たちが大勢へ集まることとなった。ペルジーノは後に弟子として、ラファイロを、 ギルランダイオはミケランジェロを迎えることとなる。本名をアンドレアディ・ミケーレディ・フランチェスコ・チオーニという、生涯独身を貫いた、トンバーゾという弟がいる。すべての記録の中で最初に彼の名が現れるのは、生涯致死事件に関するものである。1453年のフィレンツェ共和国の裁判記録によると、1452年に、 仲間同士で喧嘩をしていた最中に、アントニオ・ディドメリコという羊毛職人の頭に石を投げつけ、殺してしまったということである。結果、過失であったとして、無罪となっている。デルベロッキオという名前は1467年から記録に現れるが、それは彼の初期のパトロンであり、フィレンツェの有力貴族であったベロッキオ家に由来してのことだという。しかし、ベロッキオは、 本物の目という意味であり、芸術に対する彼の神美眼の高さを表すものであり、生前彼がいかに尊敬されていたか、その評判のほどを示しているとする説や、事実かどうか疑わしいが、指示したというジュリアーノ・ベッキオという近郊子から、取られているという説もある。1435年にフィレンツェの地区で生まれた、父の名はミケーレ・ディ・フランチェスコ・チオニといい、 電話職人で後に税務官となった。母の名はジェンマと言った。経済的に貧しい家庭であったため、長男であった。彼は自ら弟や妹を養わなければならなかった。修行時代や彼の指定関係について確実に分かっていることはなく、推測する他ない。芸術家列伝を表したバザーリによれば、教皇庁の建築顧問として活躍したベルナルド。 ロッセリーノの見習いとして、サンタクローチェ聖堂のレオナルド・ブルーニボヒの制作に参加すなどして、修行を積んでいたとしているが、1457年の資産報告書においては、自ら金細工師と名乗っている。同報告書においては、仕事がないので、これ以上この仕事を続けられないと窮状を思えている。近郊の師匠が誰であるかはわからないが、アントニオ・デル・ポンライオーロと同様に、 ビットリオ・ギベルティに学んだ可能性が高い。時期は不明であるが、フィリッポ・リッピの弟子として修行していたとも言う。1461年には、デジデエリオたちとの大理石制裁団長国のコンクールに応募するも、あえなく落選しているが、1460年代の後半に差し掛かると次々と仕事が舞い込むようになり、1466年には、 商業裁判所の評議会からのためのブロンズ群像を、聖トマスの会議の注文を受けた。本作品はドナテロの作品の移動に伴って発注され、1479年にはキリスト像が完成、1483年6月21日に設置された。バザーリは本作品を絶賛している。1468年にはフィレンツェの権の間のための ブロンズ食材を完成させている。1467年、8年の2度にわたって、フィレンツェ大聖堂の先端に設置するモニュメントの審議委員会に、ポンライオーロやルカデラロッピアと共に委員として呼ばれた。大聖堂は1296年に建設が始められた。ジョット・ディ・ボンドーネやフランチェスコ・タレンティ、オルカーニャなどによって建築が進められたが、 途中何度かの工事の中止を経て、フィリッポブルネレスキによって、ドーム部分、クーポラも1461年に完成し、店長の円球と十字架を残すのみとなっていた。結局この審議委員会で検討されたモニュメントの受注に成功し、1468から71年に、フィレンツェ大聖堂のドーム部分、クーポラの円球と十字架を制作し、1471年5月に、 店長部に据据ええ付付けけらられた。た弟子のレオナルド・ダ・ヴィンチが制作から据え付けまで、で携わったようである。1469年にベロッキオは、遺区、木工師の組合に参加したが、この頃には、画家としても知られていたようで、ロレンツォ・デ・メディチのために、馬上やり試合用の旗印を描いたり、1469年には、結果的に受注できなかったものの、商業裁判所のホールを飾る。 美徳義人像連作の移植をめぐって、ポンライオーロと競っている。この連作のうちの一枚が彼の助手であったボッティチェリに移植されている。後期という作品が、この際に描かれた。1471年3月には、ミラノ公、ガレアッツォマリーアスフォルツァが弟を引き連れて、メディチケを訪問した際には、彼とその工房が、共王役を務めている。 1472年から75年にかけて、フィレンツェのより依頼を受けて、キリストの洗礼を制作。レオナルド・ダ・ヴィンチに、天使や背景などを描かせたというが、キリストや右側にいる洗礼者聖ヨハネの部分にも、ボッティチェリやディ・クレディの手が入っているとする研究者もいる。本作品には、人体の解剖学的構造への著しい関心が、見られるのに対し、人物の衣ひだや、 中継の万癖の仕上げには、稚拙なほどの成功さが見られるため、ベロッキオやレオナルド以外の、第三者の手がいるているのは確実であると考えられる。また、全体の構図や主要人物のデッサンをベロッキオが、決定したことは、キリストと聖ヨハネの表現が、聖トマスの会議と共通する要素を持っていることか間違いがなく、おそらく凡庸な弟子を率いて、制作を進めていた画面を、 腕の良い弟子たちが引き継ぎ、最後の段階で、レオナルドが手を加えて完成したものと考えられる。複数の作者の合作であるため、画面全体の不調和や統一感の欠如は否めないが、ベロッキオの独自性と力量がいかなく発揮された作品である。なお、本作のレオナルドが担当した部分、主に左端の天使を見て、 ベロッキオが F で折ったとする伝説的図話は厳密には間違いであり、実際にはほとんどの絵画制作を弟子たちに任せ、自らは彫刻に洗練していったということでしかない。1477年にはフィレンツェ大聖堂附属のサンジョバンニ洗礼堂の祭壇装飾のためのパネルをポリダオーロやラと共に受注した。彼が担当した聖ヨハネの残首は、 残酷な情景を表現しており、1480年に完成した。受注をめぐって、本来はおろと競い合った結果、ロレンツォ・デ・メディチの朝廷により、1478年にもに設置する数奇教、ニッコロ・フォルテグエリ記念碑を受注している。作品は、未完成のまま終わり、弟子たちや、後世の芸術家の手によって完成した。ベロッキオの手によるものは、 キリスト像と作品左側の信仰を擬人化した部分程度である1480年には、もともとドナテロが使用していたフィレンツェ大聖堂造営局の裏手の工房に拠点を移した。そのために離れることとなったもともとの工房は、ロレンツオ・ディクレディが継ぐこととなった。1479年7月30日に、ベネツヤ政府は、 共和国の傭兵隊長、コレオニのブロンズキバ像の混流を決定し、ベロッキオやドナテロの弟子であったやベネツィアの芸術家であったアレッサンドロ・レオパルディに施策を要請した。要請に応えてベロッキオは1481年に馬の原寸大施策をベネツィアへ送り、1483年に二頭目の馬の老成施策を送った。この時点で、 ベロッキオへの制作委託が決定したという。バルトロメオ・をこれには、ベネツィア共和国の傭兵隊長であり、ベルガモの領主で、ミラノにも雇われていたことがあるが、ベネツィアへ多大な貢献をした。彼は遺書によって、タイトル戸戦の費用として10万ドゥカーティを寄贈する。代わりに、自身の像をサンマルコ広場に建てるよう政府に要求したが、共和国制度を採用するベネツィアにとって、 この記念像を都市の中心広場に置くことは許容できなかったため、結局前の広場に建てられることとなった。1486年にはベネツィアに移住し、本格的な制作に取り掛かった。バザーリによれば、鋳造の途中で急病に倒れ、1488年6月30日に亡くなった。死の5日前に認めた遺書により、騎馬像の鋳造はロレンツォ・ディクレディに託されたが、 結局、キバ像発注の再試作を要請された、ベネツヤアの芸術家であるアレッサンドロ・レオパルディニって完成され、1496年3月にサンジョバンニエ・パオロ教会の広場に設置された。5年後に、レオナルドもベロッキオのキバ像の2倍の大きさのフランチェスコス・スフォルツァキバ像の原型を完成させるが、結局それが失われてしまった現在では、芸術的にも、技術的にも、 バルトロメオ・をこれニキワ像を十五世紀彫刻師の一つの頂点を示す記念碑的作品とみなすことができる。遺体は弟子のロレンツォ・ディクレディによってフィレンツェに移送され、聖アンブロージョ教会に埋葬された。いろいろな作品の制作途中で亡くなったため、聖母と洗礼者ヨハネなどの作品はロレンツォ・ディクレディが完成させた。ディクレディはベロッキオの完在人であり、 また、筆頭の遺産相続人でもあった。ベロッケオは、コジモ、ピエロ、ロレンツォの三代にわたって、メディチ家の強力な支援を受け、制作に励んだ。彼の現存する最初の作品は、サンロレンツォ聖堂の主祭団前の地下に埋葬された、コジモでメディチのための床に設置する墓標である。コジモが亡くなった後、彼は、コジモの息子である。 ピエロでメディチの強力な支援を受けた。戦術したように1460年代後半になってベロッケオには仕事が次々と舞い込むようになったが、それはピエロでメディチの存在が大きい。ピエロは聖トマスの会議を発注した商業裁判所の評議会メンバーであり、またフィレンツェ大制度の延休の政策一職に関しては、 ベロッキオへの支払いの代理人をも務めている。ブロンズによる彫像のイルカと天使とダビデ像も1470年代初頭の作品であるが、この二つもピエロでメディチの発注によるものであるという。バザーリによれば、イルカと天使は彼の別荘のため注文された噴水用の作品で、孤児も一世の時にベッキオ宮殿の中庭に移された。現在は、 ベッキオ宮殿の中庭の噴水にレプリカが展示されており、宮殿併設の美術館3階に本物が展示されている。ダビデ像の制作年は不明だが、ドナテロのダビデ像の代わりに発注された可能性が強く、モデルが弟子のレオナルドであるとする説があるが、あくまで一説に過ぎない。1476年にロレンツォとジュリアーノの 兄弟によって150フィオリーノで成長に売り渡されている。1470年代に入り、パトロンであったピエロが亡くなり、その息子のロレンツォ・デ・メディチを新たなパトロンとするようになった。パトロンの日後の元制作に励む、お抱え芸術家となった彼は、1472年には、フィレンツェに工房を構え、ボッティチェリ、ペルジーノ、レオナルド・ダ・ヴィンチと一緒に、 セール家組合の会員とな、ロレンツォの注文による最初の作品はピエロ及びジョバンニ・デメディチの墓碑であり、手洗い版も彼の注文によるほぼ同じ時期の作品である。この二つは同じ室内に設置され、また二つともにデジデーリオダセッティニャーノのカルロ・マルス・スピーニの墓碑という作品による影響が見られ、ピエロとジョバンニのための墓碑では墓質疑を支える。 ブロンズの獅子の足や葉を用いた装飾などに、手洗い版の方は版を飾る一体のハルピュアのモチーフ部に、そのデジデイリオの作品からの着想が見られる。ベロッキオは、絵画や彫刻、鋳造などの蒸気の作品の他にも、厳粛な祭礼や、騎士の馬上試合、メディチ家の共演のために、装飾的な甲冑や衣装をデザインしたという記録が残っている。ちなみに、メディチ家以外にも、 ローマのシクストゥス四世のために作品を制作したという。彼の死後、1495年に弟のトンマーゾがメディチ家の未払いの報酬を請求するためにリストを作成した。そのリストによるとメディチ家のためにかなり多くの仕事をこなしていたことがわかる。1466年には当時14歳であったレオナルド・ダ・ヴィンチを弟子として採用した。レオナルドが 工房にいつ入門したかは、諸説あるが、当時のフィレンツェの商工組合が14歳から徒弟修行を始めていることや、バザーリが入門時期について少年時代と言っていること、徒手期間が通常6年間であったことなどから、1466年の14歳の頃に入門したとの説が広く認められている。バザーリによると、レオナルドの作品に感心した父のセルピエロ・ダヴィンチが、 友人であったベロッキオにいくつかの作品を見せたところ、素病と調査の才能が抜群であったので、ベロッキオも大変に感心し、弟子として迎え入れる運びとなったという。レオナルドは死生児であり、認知されていなかったようだが、この時点ではセルピエロのただ一人の子供だった。レオナルドは、初めの2年は工房に住み込んでいたが、それ以降は、父の家から工房まで通った。 この工房入門に、ピエロでメディチが一枚噛んでいたという説がある。レオナルドは、メディチが私を作り、そして滅ぼしたという言葉を残している。ベロッキオの工房は、当時の芸術家たちの工房と同じように、美術学校とデザインスタジオが一緒になったものであった。弟子たちはまず床の掃除など雑用から始め、依頼された絵画の制作を手伝い、そうして、 ようやく一人で絵を描くことが許されたという。レオナルドは二十歳前後でその段階に達しており、その頃にキリストの先例の天使のうちの一人を描くことを任された。ベロッキオはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた天使を見て、自分よりも色の使い方において彼が巧みであることを知った。弟子が自分より優れていることを知った彼は絵筆を折り、 その後二度と絵を描くことはなかったという有名なエピソードがあるが、このエピソードは後世の創作に過ぎない。その後は自分の工房の絵画部門はレオナルドに任せ、自分は専門である彫刻に専念したという。ベロッキオは1460年代後半にフィレンツェ大聖堂のドーム部分、クーポラの円球と十字架を制作したが、レオナルドはパリ主公 G において私たちが フィレンツェ大聖堂の玉を接合した方法を覚えている。と述べていて、ブロンズ球のデザインに関わっていたことを示唆している。また、このブロンズ球を天外にあげる際に使われたフィリッポブルネレスキの機械に魅了され、スケッチにとって絶賛している。1472年頃にはレオナルドはすでに修行を終え、一人前の画家として一人立ちすることを許されていた。その証拠として、 同年加入したセール家組合の現存する登録簿には、とあることから親方になる資格をすでに持っていたことが伺える。独立の資格を得た1472年以降もベロッキオの工房に留まっていたことを裏付けるのは、1476年にレオナルドが他3名と共に男色の疑いで密告された、の記録である。その中には、 アンドレアデルベロッキオ法のセルピエロの息子、レオナルドと記されている。このサルタレッリ事件が引き起こされた際、ベロッキオの攻防はをめぐって、ポンライウォーロの攻防と激しく争っていた。当時は、単語売りという、いわゆる目安箱が密告に用いられており、この箱に紙を投げ入れるだけで、誰でも簡単に相手を告発でき、 中傷がたやすいことであったので、ベロッキオ工房の主要メンバーであったレオナルドを、落とし入れるための作謀ではないか、とする研究者もいる。レオナルドを含めた4人は、全員とも無罪の判決が下された。結局1478、9年までは、ベロッキオの工房にとどまり、助手の機会も合わせて、およそ10年以上工房で多様な基礎修行をした。 なお1479年頃に工房が受注したピストイア大聖堂祭壇画の受体告知はレオナルドの作品としてよく知られているが実際にはギルランダヨがテンペラで描いた後にロレンツォ・ディクレディオ・レオナルドが指導しつつ制作した合作である。戦術したようにベロッキオの工房に限らず当時の工房はどこも 親方女子徒弟からなる家族的な共同体であり、美術品を制作するのと同時に、教育の場でもあった。工房では、親方の指導のもとに、美術品の制作も教育も行われたが、仕事の規模や内容に応じて、他の工房との協力などが行われたり、ベロッキオもフィレンツェからベネツィアへ移動するなどしたうに、他の都市へ拠点を移すなど柔軟性のある運営が行われていた。 美術家を志す場合は若い頃から徹底した職人的教育を受けていた。工房に入門する者の出自は様々で、親子代々の画家や彫刻家などの息子が圧倒的であったが、農民や豪商、交渉人の息子など様々な出自の者が集まっていた。15世紀のフィレンツェでは、金工士の工房が可能な美術家の養成所となっており、ベロッキオの工房もそうであるが、 ギベルティや、ポンライウォーロなどの工房にも優秀な若い弟子が集まっていた。千四百七十年代のベロッキオ工房では、絵画、彫刻、建築の素描や、板絵、フレスコが、大理石彫刻の技法、遠近法や、幾何学の研究、モザイク、より気工芸、半奇石細工、黒金造眼、ニエロ造眼、エマイユ、エナメル、それを用いた、細工品、銅伴が、 貴金属、非,非金属の加工、ブロンズ鋳造など多方面を手掛けていたという。依頼を受けての制作でも、宗教関係の会が彫刻ばかりではなく、家具調度品、祝典儀式のための装飾、馬場や理事愛のための装備、さらには舞台装置、仕掛け花火、噴水などを行っており、当時の芸術家たちが一つの分野に関わらず、 多数の方面の技術を習得しようとしていたことがわかる。ベロッキオの工房での指導法は伝わっていないが、弟子であったレオナルドが多くの手記を残している。おそらく、ベロッキオ自身の指導法をレオナルド自身が消化させたものであると考えれる。この工房からボッティチェリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ピエトロ・ペルジーの、ロレンツォ・ディ・クレティなどの重要な形が誕生している。 こことととがが優れれたた指導が行わてていいを示す少佐となっているレオナルドの手記、絵の本によると、バザーリーの芸術家列伝によると、ベロッキオの手が何も入っていなくても、ベロッキオ工房名義の作品も掲載してあるので、すべてにベロッキオが関わったわけではない。多岐にわたるジャンルの作品を手掛けているため、共同制作することになり、 ベロッキオ単独作品か、弟子単独作品か、弟子との合作か、弟子同士の合作か、判別が極めて困難となっている。もちろん、ここに掲載したものが作品のすべてではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。